彼らにドラウグルが倒せないなら誰が倒せる？お前か。戻るのが早すぎやしないか？なら傭兵が役に立ったんだな。高い給料を払った甲斐があった。死んだ者はそうは思わんだろうが、まったく、なんという悲劇だ。前にもこんなことがあった気がするが、それは単に仕事の経験を積んでいるということだな。もう一度ドラウグルを倒してこい。私は残りの腰抜けどもが逃げ出さないよう見張っておく。ここでの勝利を収めたか。
今この時でさえ結構ですよ。あなたがそうしたいのなら。あなたのぴったり後についていくわ。いいぞ、お前がいてくれてよかった。もうすぐ墓地の最下層部に到達するが、そうなるともっと多くの鉱山労働者を確保しないとな。我々の評判は今や地に落ちた。だが十分な金さえあれば鉱山労働者を集めることは何とか可能だろう。5000ゴールドだ。確かに家が一軒買えるほどの大金だが、さっきも言ったように我々の評判は地に落ちている。したがってそうした悪評は金で相殺するしかないんだ。金は持ってきたか？よし、いいぞ。今回はもっと腕の立つ用心棒を雇うつもりだ。それで万事うまくいく。ラリスに任せるしかない。侵略者が砦に入ったぞ。不意打ちに備えろ。ブロストモス砦は決して陥落しない。帝国万歳。
カーか。命はもらうぞ。クロストモストリではどうなった？不死化の可能性は考えていた。でなければ200年以上も生き延びられるはずがない。しかし残念だ。カリアス将軍の偉業はいくつも伝説となっている。レイヴンロックの創設もその一つだ。モーバイン評議員から無事に戻ったらこれを渡すように言われている。カリアス将軍を始末した功績もあるしな。兵士の給料よりも高額だ。ありがたく頂戴するといい。邪魔してすまないが、アラーの評議員補佐に言われて呼びに来た。緊急の要件だそうだ。探し出して呼び戻すようにしか言われていない。重要な話なのは確かだ。アッシュスポーンの根絶以上にな。できるだけ早く評議員補佐に会いに行ってもらいたい。お前を監視しているぞ。